宇野昌磨選手に名古屋市スポーツ功労賞市長、大いに活躍してちょ。2022年の北京五輪フィギュアスケート男子で銅メダルを獲得した名古屋市出身の宇野昌磨選手、トヨタ自動車に4日、同市スポーツ功労賞が授与された。メダル獲得が評価された。宇野選手は北京五輪後も、世界選手権やグランプリ、GT、ファイナルで優勝するなど活躍を続けている。日本外資アリーナ、同市南区でこの日あった表彰式では、河村隆市長が、サンキュー、ありがとうね。大いに活躍してちょ、と名古屋弁と共に盾と表彰状を手渡した。市によると、同賞の受賞者は21年度末で延べ107人と1団体。元フィギュアスケート女子選手の浅田真央さんも受賞している。フィギュア、スーツ姿宇野昌磨に、また大いに活躍してちょ、河村隆市長が名古屋弁で激励。アイスショー、名古屋フィギュアスケートフェスティバル、4日、名古屋市外資プラザ。名古屋市の河村隆市長74が来場し、22年2月の北京五輪オリンピックで男子銅メダルを獲得した宇野昌磨25イコールトヨタ自動車を名古屋弁で激励した。第1部を終えると、前年度の名古屋市スポーツ功労賞の表彰式で氷上に立った。河村市長はスーツ姿の宇野に賞状を手渡すと、マイク越しにサンキューありがとう、また大いに活躍してちょ、と伝えた。してちょは名古屋弁でしてください、などという意味を持つ。この日、宇野はオープニングで代名詞のクリムキンイーグルなどを披露。地元の名古屋で観衆を魅了した。宇野昌磨、坂本花織がアイスショーで初滑り、宇野はクリムキンイーグルで魅了。フィギュアスケートのアイスショー、名古屋フィギュアスケートフェスティバルが4日、名古屋市の外資プラザで行われた。世界王者の宇野昌磨25イコールトヨタ自動車、世界女王の坂本花織22イコールシスメックスがトップスケーターが初滑りを披露した。オープニングでは本郷里香さん振り付けのバンバンバンに合わせて出演者が登場。宇野は黒のジャケットに身を包み、ノリノリで舞った。終盤のクリムキンイーグルで観客を沸かせた。宇野は12月の全日本選手権を制したばかり。3月の世界選手権、さいたま市代表に決まっている。宇野昌磨、坂本花織が、バンバンバン、で初滑り名古屋フェスティバル。今回で20回目を迎えたアイスショーの、名古屋フィギュアスケートフェスティバル、が4日、日本外資アリーナで開催された。冒頭では出演する全員が登場し、ビッグバンの、バンバンバン、を披露。全日本選手権で優勝した宇野昌磨、トヨタ自動車、や坂本花織、シスメックス、三原舞、シスメックス、友野一希、上野芝久、山本草太、中京大、らが軽やかに舞い、宇野は華麗なクリムキンイーグルで場内を沸かせた。振り付けは本郷里香さんが務めた。全日本選手権優勝の宇野昌磨や坂本花織が観客魅了、名古屋フィギュアスケートフェスティバル始まる。新春恒例のアイスショーで、今回で20回目の開催となる、名古屋フィギュアスケートフェスティバル、中日新聞社など共催、が4日、名古屋市の日本外資アリーナで始まった。午後6時からのオープニングでは、昨年12月の全日本選手権の男子で優勝した昨季世界王者の宇野昌磨、25、イコールトヨタ自動車イコール、同選手権の女子を制した昨季世界女王の坂本花織、22、イコールシスメックス、2年ぶりの出演となる紀平梨花、20、イコールトヨタ自動車イコールら出演選手が一堂に会してのパフォーマンスを披露した。会場に詰めかけた観客の手拍子に出迎えられて氷上に登場した選手は、まず最初に、プロフィギュアスケーターの本郷里香さん、26、がこのオープニングのために特別に振り付けたビッグバンのバンバンバンのメロディーに乗った特別プログラムで演技。坂本が力強いスピン、宇野が代名詞のクリムキンイーグルといった技を見せて、名古屋のフィギュアスケートファンを楽しませた。アイスショーで初滑り、全日本選手権優勝の宇野昌磨、坂本花織がファン魅了。フィギュアスケートで昨年末の全日本選手権を制した男子の宇野昌磨、トヨタ自動車、や女子の坂本花織、シスメックス、らが4日、名古屋市で開かれたアイスショー、名古屋フィギュアスケートフェスティバルに出演し、2023年の初滑りを披露した。